久保さん、昨日はですね、すげえ移動しまして、昨日の0時30分のフェリーに乗って、0時30分のフェリーに乗って、で、青森港に4時ぐらいに着いて、また移動して、で、お昼ぐらいに石巻に着いて、0時30分に北海道を出ました。で、4時に青森上陸しました。で、そこから石巻目指して、で、石巻から、新潟にいます。 すいません、すげえ移動しましたね。昨日一日ずっと移動してましたね。石巻行ってきましたよ。これね、4年前 GTR で北海道行く時の行きしないに多分行って、で、同じ場所をスポットで行って撮影してたんですけど、で、石巻行った後、山形ちょっと寄って、山形は僕は高校あるんで、そこをまた動画撮ってきて、で、新潟来て、昨日ね、ナミさんと会いました。一緒にご飯食べました。おごっていただきましたです。いやー、だいぶ移動しましたね。あ、そうね、ラーメン屋さんね、行ったんですけど、いなかったですね。厨房に立ってなくて。まあまあ、突然で行ったんで、連絡もしてないんであれなんですけど、だから厨房にいなかったから、ラーメン食って、もうすぐ、撤収しました。そう。石巻はもう11年ですからね。あれから。で、今回は、鬼滅の刃の、竈門炭治郎さんの名言いきましょうか。失っても生きていくしかないんです。どんなに打ちのめされようとも。失っても生きていくしかないと。どんなに打ちのめされようともと。だからまあまあ、これ運命にかけるんだったら、まあどんな運命であろうが生きていくしかないと。どんな運命に打ちのめされようとも生きていくしかないと。で、生きていくためには金稼ぐしかないと。みたいな感じですかね。やっぱね、アニメいいですよね。アニメの、まあアニメを考えたりしても人間なんだけど、やっぱ名台詞がいっぱいありますよね。アニメの中にも。なんかいろんな学びがあると思いますし。まあ、ほんとね、生きていくしかないんですよ。死を選ばないんだったら。だからやるしかないですね。そう。だから移動しながらも商品売ってましたからね、僕ね。ガンガン移動しながらも、もう車の中でね、商品の対応したりとかもしてましたけど。ありがたいですね。移動してんだけど、まあまあ今回売れたかな。まあまだちょっと決済、最終が金曜日なんで、あれですけど。まあ、もうすでにね、着金してる人もいるんで、ありがたい。まあ、どんな状況でも金は稼ぎますけどね。そう、だって今回のその移動も、次の10月売る商品のプロモーション動画ですから、18年の集大成っつってね、出しますんで、新商品をね。待望の新商品。それの待望の新商品のためにいっぱい動画撮ってますけどね、今。で、新商品のために動画撮ってんだけど、今も売ってるっていうね。今の動画も撮ったりはしますけどね。まあ、生きるしかないんです、僕たちは。死にますか？生きるしかないんです。稼ぐしかないんです。いってらっしゃい。